はい、皆さんこんにちは。今回はですね、バージョンシルバーアクストップホースエボですね、はい、サスアームとねダンパーステイが当店のねブランドシルバーアクセにね交換させら、させられたじゃん交換したねさせられたね、うん、悪いことで聞こえますけどね、はい、交換、うん、されたね、はい、トップホースエボですね、オンロードで、テストしてみようかなという感じでございます。タイヤがね、まあ、ちょっとアップにしてもらうと分かるんですが、目がね、ほとんどなくてね、まあ、スリップしやすい、ね、マシンにはちょっと過酷なテストになると思いますけどね、ゆっくりご覧ください。はい、また走りながらね喋りたいと思います。はい、かなりねタイヤは滑るんですね。こんな感じで、こんな感じですね何も操作しないというかね、無理やり滑らすような感じになります。タイヤはかなり、滑るんですが、メカニカルグリップがね、優れておりますのでね、なんとなく走れますねまあまあ、いいんじゃないですか。やはりタイヤのね、位置を適正化することによってね、まあバランスね、車体のバランス取りやすくなっているのと、ダンパーステイの角度ですね、を適正化することによってメカニカルグリップがねノーマルよりも格段に上がっているという感じでね、これ、このタイヤで走れるこうね、ここ分かりますかね。普通ね、ラジコンもしされてない方が見られたらね、わかんないと思うんですけど、されてる方が見られてると、ちょっと滑らしますね、はい、こんな感じで滑るようなタイヤで、高速コーナーですね、ゆっくり走ります。高速コーナー、ここ入りしなにね、ターンインっていうんですよね、コーナー入りしなにあんだけ反応してね、曲がっていくっていうのはね、通常だと考えられないタイヤ滑ってるのはもちろんね、ここであんだけ曲がらない、もちろん、オーバーランしてねコースの外に行ってしまうのが普通なんですけどね、かなりメカニカルグリップとね、重心の適正化でね、高速コーナー特にスピードが出てるコーナーだとね、荷重がかかりやすいのでね、低速コーナーより高速コーナーのがグリップが上がるというね、レーシングマシン特有の動きになっております。はい、トップホースとかねマンタレを持たれてる方は分かると思うんですよね。はい、このマシンね、もちろんタミヤ模型がね、当時1990年代だったかな、ちょっとね忘れましたけどもね、80年代後半か90年代初頭ぐらいにね、レース用マシンとして開発したものだと思うんですが、やはりね、当時のパワーですね、とかもね、それほど今ほど出ませんしね、ちょっと今、緊急車両が走りますよね、聞こえにくいかもしれませんね、ちょっと待っておきましょうかね。はい、ちょっとねまあ、結構ね、
私が操作してるから、まあ大丈夫なんじゃないんかっていうね、思われてる方も何人かはね、おられるかもしれないですけどね、マシン自体がね、さすがに性能良くないとね、このタイヤでここまでスピード出して走るっていうのはちょっと難しいですよね。まあ、いいんじゃないですか。マンタで、トップホース走らないって言ってる方はたまにいますけども、多分ね、ダンパーをしっかり作られてなかったりとかね、ボールデフ、トップホースだと特にね、ボールデフ入っておりますよね、ボールデフをしっかり作れてなかったりして走らないというのが原因が一つありますんでね、メンテナンスをしてね、そして、さらに上の走り、されたい方はぜひ当店ブランドのねシルバーアクス製品をね、ご購入いただければ思います。概要欄の方にね、シルバーアクス公式ツイッターに飛べるようにリンク貼っておきますのでね、こちらの方から飛んでいただいて、ホームページでね、オーダーフォームなどありますからね、ありますので、そちらで注文いただくとね、スムーズなお取引できると思いますので、ね、よろしくお願いしますという感じでね、はい、さーって言うと聞こえてるんかな、これ、うん、マイクの集音できてればいいけど、さーって言ってるのもタイヤ全く食ってない音、滑ってる音なんですよね。はい、タイヤここまで滑ると自社だとスキル音みたいにキューって鳴るようなレベルでね、タイヤ滑ってるんですけども、なんとなく走れると。そしてね、最近こう雨が続いておりましてね、雨が続くとコース上ちょっとね黒くなってるところとかはね、土が溜まっててね、スリックタイヤには特に厳しい、テストになってますけどね、それでも全然意に対することなく走れるというね。そしてまあ、 シルバーアクス製品ね、手に取っていただいて走られてなれるねお客様は分かると思うんですよね、当店ブランドで開発したものね、先ほど申しました通り、タイヤの位置関係、重心バランスなどをね、見直しておりますので、走っててね、気持ちがいいっていうのがね、多分、一番なんですけどね。ね、多分ご購入いただいてリピーターの方がねかなり多いのでね、やはり、皆さん分かっていただいているのかなという感じがいたします。はい、ありがとうございます。これからもねどんどん開発いきますのでね、新しいマシンとか出てね、ちょっとここどうにかした方がいいんじゃないのっていうのがね私が感じましたら、新車でも旧車でも開発していきますのでね。その開発風景というかね、こんな感じでやってますよって鉄道風景も楽しんでいただければなと思います。かなりのスピードで走ってるんだけどね、こうレースこう2019年かな、2019年に私が出場した九州大会、全日本九州大会みたいなね、私のそのマシンがね、私のマシンがというか私がね、クラシックバギー、ミドルバギー両方ねバギー系を制覇しておりますので、ね、その動画も、ありますので、人気順動画をね、私のチャンネルページ行ってもらってね、動画っていうボタンを押してもらって、そして上に点々みたいなところがねありますんでね、新しい動画みたいなね並び替えっていうのがありますので、それで人気順で見ていただくとね、30個目か40個目ぐらいにね、タミヤグランプリ九州大会みたいなのねありますんでね、そちらの方のクラシックバギー、そしてミドルバギーっていうのを見ていただいて分かると思うんですけどね、その、クラシックバギーですよね、トップホースだと、クラシックバギーのね、私が走ってるマシンと見比べていただいて、当時ね、九州チャンピオンだったマシンの速さ見ていただくと、多分ねこのトップホースがかなり速いのは分かると思いますのでね、ぜひ見たことないよという方はね見ていただいて、比べていただけるんですね。そろそろ暗くなってきたんでね、何分ぐらい喋ってるかな、6分ちょっと、
ね、まあこのぐらいにしておきましょうか。はい、それではね、この動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、概要欄にも、ね、先ほど言った通りシルワークス公式ツイッターの方に届けるようにリンク貼っておきますので、そちらのフォローと、そしてね、当チャンネルメンバーシップ制度も始めておりますので、ね、ぜひメンバーになってね、当チャンネル応援いただければと思います。特典などもね、いろいろ用意するつもりですので、ね、よろしくお願いいたします。それではさよなら。